落書きの教科書と外ばかり見てる俺、超高層ビルの上のすら届かない夢を見てる。やり場のない気持ちの扉破りたい。校舎の裏タバコをふかして、見つかれば逃げ場もない。しゃがんで固まり背を向けながら、心の一つも分かり合えない大人たちを睨む。そして仲間たちは今夜家出の計画を立てる。とにかくもう学校や家には帰りたくない。自分の存在が何なのかさえ分からず震えている。17夜盗んだバイクで走り出す、行く先も分からぬまま、暗い夜の帳の中へ。誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に自由になれた気がした。15の夜冷たい風冷えた体、人恋しくて夢見てる。あの子の家の横をさよならつぶやき走り抜ける。闇の中ポツンと光る自動販売機、100円玉で買えるぬくもり、熱い缶コーヒー握りしめ、恋の結末もわからないけど、あの子と俺は将来さずっと夢に見てる。大人たちは心を捨てろ捨てろと言うが、俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺たちの全てならば、なんてちっぽけで、なんて意味のない、なんて無力な17夜。盗んだバイクで走り出す、行く先もわからぬまま、暗い夜の帳の中へ。わーわーたばこをふかし、星空を見つめながら、自由を求め続けた15の夜。行く先もわからぬまま、暗い夜の帳の中へ。誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に自由になれた気がした。15の夜。
15の夜。最後にグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしく。